はい、皆さんルーンちゃんと使ってますか？このゲーム、キャラパワーを上げる方法以前紹介したんですけど、もう一つあります。それはね、レア2のルーンを使うこと。これ全部使うとかなりの数字になります。じゃあルナリア、今パワー4057あるんだけど、まずね、ここに武器つけると大体1000ぐらい上がりますね。まあ、900ちょい上がって、これで4972で、さらにここにルーンをつけています。で、おすすめルーンがね、 HP だね。まず HP のルーンおすすめです。500ぐらい上がるんで、はい、まずこれで504で、次攻撃ルーンで、攻撃ルーンも攻撃力27上がります。で、最後に回致命ルーン、致命率11つけてくる。で、これつけるとね、ほら6048になりました。武器と合わせてだいたい2000パワー上がってるんで、もう相当強くなってますね。4000が6000なんでね、めちゃくちゃやっぱルーンの力でかいっす。で、武器でだいたい1000、ルーンでだいたい1000っていう感じだね。なんでキャラパワーをね、上げるんだったらルーンは必須になってきますんで、皆さん忘れずにつけていきましょう。で、ちなみにルーンマックスまで強化したら数値どのくらいになるかっていうのはちょっとね、画像左の方に載せておくんで、これを参考に皆さん作ってみてください。はい、こんにちは。セイクリッドブレード、またボス攻略になります。で、今回は前回に続いて12夕暮れの城のボス攻略になります。で、やっぱりね、思ってた通り12の夕暮れの城、この辺の敵もね、全員漏れなくアンデッドでございました。なんで相変わらずカサンドラ、シリル、ルナリアの構成でやってます。で、今回のボス、こいつですね。この鎌を持った、なんだっけな、スペクターだっけな、結構ストーリーで言った、こいつがボスですね。でね、ここのボスね、難しいんだよね。なんかもう5回ぐらい死んで、今やっと成功した動画を後付け実況してるんだけど、かなり辛かったです。で、もう結構敵の攻撃範囲もでかいのと、まあ、こっちの攻撃手段が回復しかないんで、かなりね、パズルをしっかりと、敵の攻撃範囲に入らないようなパズルの組み立て方と、敵のね、攻撃のシナジーも結構強くてね、なんかもうコンボみたいにいい感じに連続攻撃を仕掛けてくるんで、はい、じゃあ早速ね、攻略していきましょう。まあ攻略方法はね、前回の11と変わらず、カサンドラを主軸に敵のユニットを削っていくみたいなね、感じで進めていくんだけど、今回はね、ボスってよりも、まあ前回もそうだったんだけど、周りの敵がだいぶ厄介です。特にこの左側の骸骨剣士、こいつが本当にやばくて、呪いを付与してくるんかな、こいつ。で、呪いつけられるとね、相当きつい戦いになってくるんで、なるべくね、この骸骨剣士を先に倒していきたい。で、さらに言うと、右側のあの骸骨のなんか竜騎士みたいなやつがいるじゃん、そいつもね、一撃の攻撃力がでかいんで、こいつも倒しておきたい。で、一番下にいるなんか丸い弾を回してるやつ、あいつらはね、あいつはなんかこっちのユニットとワープで位置を入れ替えてくるんで、いきなりね、盤面を崩してきたりしてなかなかきついんで、やはりこいつも倒しておきたい。で、幸いこいつシールド持ってないんで秒殺できるんだけど、先にね、みんなのシールド剥がして、周りのユニット全員倒してからボスに取り掛かるみたいな感じでじっくり攻めてます。早速じゃあやっていきましょう。シリルで今回は盤面整理しつつ、シールド剥げたユニットをこいつで倒していく。さあ貫いていく。まあ基本方針はアンデッド属性以外はカサンドラでシールド剥がした後にシリルでとどめを刺していくみたいな方針で今戦ってます。で、カサンドラはこまめに回復をしつつ、味方ユニットが死なないように調整していく。で、なるべくね、ユニットを基本ばらけさせて敵の連続攻撃当たらないようにしてます。あと、まあ、HP 減ってきたユニットはね、遠くに逃がすとかね、やっていかないと最近きついんでね。
そこら辺も考慮してます。で、どうするか考えてますね。ヒール180のプッシュは、カサンドラの光エレメント踏みつつプッシュしなきゃいけないんですけど、今回ちょっと盤面整理をした方がいいという判断で。まあ、なんかね、丸太みたいなやつもなるべく壊しておきたいんだよね。まあ、ボス戦で最初にやるのは丸太剥がしだね。これがね、多すぎて、エレメントの数が少なすぎて、チェーン稼ぎができない。これ一回、紫エレメントを壊してみましょう。で、これだとダメージは与えれない。敵のターン。おっと？上に飛んだね。で、これ。この鎌ね、爆発するんで、まあ、ダメージ与えたら簡単に壊すことができるんで、シリルの回避率アップをしつつ、これはなシリルの範囲攻撃で鎌を壊すか、ルナリアをどっかに逃がすかなんだけど、まあ爆発までには2ターンあるんでね、ちょっと一旦様子を見ましょう。で、今回結構じっくりやってるんで、かなりの長期戦になります。サンチェインか。今までやってきて一番死んだかな、ここのボス戦は。やっぱアンデッドってのが何よりきついんだよね。アンデッドだと呪いかな。なんかこの後のアンデッド切り抜けたら一気に難易度下がりそうな感じはするよね。この縛りが結構きついんですよね。ヒール400、闇2チェーンとかもなかなかきついぞ。丸太を壊そう。で、シリルのサポートで鎌を全部ぶっ壊しましたね。結構ね、2マスだから広いんだよな、こいつの攻撃範囲で。一気純正してるんで鎌の攻撃当たらない。おっと、ルナリアがやばいな。ルナリア死ぬともうクリアできなくなるんで、どうすかな。まあまだいけるか。つないでカサンドラのサポートでルナリア回復させつつ、ちょっと4チェイン出せれば、おいけるね。これでシールド剥がしたやつらを倒していく。4の方、もういったね。あーでも倒しきれないか。もっとまた鎌を投げていく。うわ、やばい。一人プッシュで気絶した。カサンドラ気絶したか。でも位置的に一気純正のエリアなんで、全員の回避率アップして敵をつけていく。さあ、周りには紫と光エレメント。やっぱね、あいつを倒しておきたいんで、3チェイン出せるんで、2回連続攻撃で、スペクターじゃねえ、ミニスペクターかね、あいつを倒していく。よーし。で、次狙うのは、ヒール180のプッシュ持ちなんで、光エレメント。まあ、技使ってね、アクティブスキルでヒールを条件クリアしつつ、紫エレメント使ってプッシュを狙っていく。2チェインかませばいけるんで、このまま下に下げて。あーどうしよう。あい、ちょっと足りないな。
これだと当たんないから。どうしよう。青の方がいいかもしかして。これで下つなげば上に戻して2チェインぐらいはいける想定。いけるね。これで剥がしていく。もう破壊。うわー、そうだ、こいつ HP だった。いや、めんどくさいな。カサンドラか。もうカサンドラでダメージちょこちょこ回復させていくしかないね。あ、いいね。これで3チェインできれば行きたかったけど仕方がない。で、このアンデッドめんどくさいのがね、普通のダメージ与えちゃうと回復しちゃうんだよね。それがもうめんどくさい。で、呪われてるんで呪い解除。いや、やっぱね、状態異常回復がカサンドラやっぱめちゃくちゃ強いよね。あの気絶とかも直せちゃうし、状態以上全部直せるっていうのはかなり、呪い解けんのもねでかい。ね、2チェインが限界か。これでいくか。はい、これね、ゾンビウォーリアの HP をちょっとずつ削っていく。あとこのカサンドラのアクティブスキル MP40 ってのがね、これもまた嬉しいですね。なんかサランマンダーとかも持ってるんだけど、なんか結構サラマンダはあれ回復じゃないのか。なんか回復キャラのウンリーネとかあの辺って結構ね使うんだよ。なんかの60だか70だか忘れたけど。はい、でカサンドラ4チェーンいったかな。スペシャルアタックでダメージを与えていく。はい、で結構 MP も溜まってきたんで使っていこうかな。うわ、痛え。ちょっと待て、やばい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 。呪いはまずいな。敵に使ってる場合ではないな。ちょっと味方にかけていきましょう。シリルさんも回復していく。呪いだけはほんとやばいんだよな。このゲーム呪いゲーだからね。呪いが強すぎる。ちょっと今度私的キャラランキング動画も作ってみようと思うんだけど、その時に言いますわ。さあ、相変わらずルナリアは今度ルナリアでいくか。ヒールで与えてるんで闇マニチェインでバリアを剥がしていく。まあ、こいつ呪い耐性あんのか。見て、で剥がしたんで、どうしよう、どっち先だ。シリルちょっと逃がしたい気持ちもあるけど、ただな、近づいてきたところで一番近い敵に攻撃するかって言われるとそうでもないんだよね、このボスの AI 的に。なんでカサンドラの紫チェインバコバコつないで目の前の骸骨兵士を倒していく。2チェイン。あー、待ってよ、これでいいか。これで回復させていく。いいね。おっと、わあ、そっか、攻撃範囲がでかいんだよな。うわ、痛え。ちょっとやばいぞ。まずいまずい。シリル、これどうしよう。回復か純正か。これ2ターン、回復だな。回復させよう。回復させて、でね、どうしようかな。上のウォリアも倒しておきたいんだよな。チェイン足りん。ちょっと光エレメントつなげるか。これかなり多いな。これ3から4はいけるんじゃない。こう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 。ちょっと一回味方を回復させますか。どうせだから敵にも攻撃したいけどね、両方うまいこといけないか。あー、きついか。う
上でつなげばいいんだけど、ここで、あー、ダメだな。いいや。今回は、サンチェインの2回回復でシリルさんを全開にしていく。あー。で、釜を2個置いて、これどうすか。まだ MP ちょっと貯めたいのと、あれですね、奥の骸骨を倒すのが最優先なんで。で、4チェイン来た。4チェインで、あー、両方いける。手前で止めて、これで骨にはできるかな。よし、あ、もう倒せんだ、やった。あとはボスだけだ。じっくり倒していきましょう。てかもうあれじゃない、ボス瀕死なんじゃないか。これはもうあれですね、とどめはシリウスさんで。いや、結構散らばってるな。 何色でいったらいいかな。光でいけるか。光でサンチェインはやっぱ行きたいんだよね。2回攻撃があるから、こうこう、いった。2チェインか。反撃、まだ生きてんのかい。おっと、でもこれもう紫のエレメントいっぱいあるから余裕ですね。青じゃねえ、青でいくか。ほら、死なねえ。しぶといな。いやー、なかなかつらかったな、これクリアするのに。いや、もうかなり死んだからね。ちょっとね、一応ね、面白い感じに殺された場面があったんで、ちょっとこの後ちょっと映しておきます。おお、なんだこれ、ちょっと待って、変身したぞ。まだ続くんかいこれ。うわ、なんか変なキャラになったよ。ヒール400、闇2チェインだって。どうしよう、ちょっと近づいてスキル使いの闇2チェインをやっていきましょうか。はい、回復させて、でルナリア使って闇にチェインを入れますか。ちょっと待って、これ当たらんな。バリア剥がしていく。うわ、ちょっと待って、なんかターンが、俺もしかしてまた5ターンいったら戻る系なんじゃないの。やばい、やばいな、ちょっと。うわ、あんま通らないな、ダメージ。ちょっとこいつにあれかな、呪い効くかな。呪いを与えていきたい。こう、下、右で、これで、あ、これでいいか。さあ、呪ってやる。あー、耐性ついてるよ。くっそ。まあでも結構ダメージ通るから、この感じだとシリルさんの4チェーンがいけそうな感じするけど、こう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 の攻撃キーの、待てよ、周りから順繰りいって、こう組んで、まあ4いったね、5いった。ちょっと待てよ、方向がおかしいぞ。いけるか。これで5チェインして、よーし、もう一発入れたらいけますね。おっと、青エレメントがかなり多いんで、サイド4チェインか5チェインかまして、まあこれは5いくでしょう。はい、とどめだ。やっぱね、とどめはこいつなんだよ。
よし、倒したー。ふぅー。いやー、疲れた。はい、そんな感じで12-8クリアしました。まあ、いい加減ね、この回復系のステージ、まあ、多分一番しんどいと思うんだけど、まあこのね、動画見て攻略の助けになればなって思います。では、本日はここまでになります。